7月3日は仁義なき戦いシリーズなどで知られる映画監督深作欣二が誕生した日です。深作欣二は昭和5年7月3日に現在の茨城県水戸市で生まれました。中学3年生の頃に終戦を迎え、戦後しばらく続いた混乱の中で映画に興味を持ち始め、日本大学芸術学部映画科を卒業後、東映に入社、牧野正弘監督などの助監督として経験を積み、31歳の頃に風来坊探偵赤い谷の惨劇で監督デビューを果たします。以後深作はアクションや青春映画、反戦映画など様々なジャンルの作品を手掛けていき、1973年公開の仁義なき戦いは実力ヤクザ映画ブームの火付け役となり、邦画史に残る大ヒットを記録。以後仁義なき戦い広島死闘編、仁義なき戦い代理戦争、仁義なき戦い頂上作戦などとシリーズ化されていきました。やがてヤクザ映画のブームが下火になってくると、柳生一族の陰謀、魔界転生、里見八犬伝などの電気アクション、小松左京の SF 小説を原作にした角川映画復活の日など別ジャンルの話題作にも次々と挑戦し、塚公平の戯曲を映画化した蒲田行進曲では各映画賞の作品賞を受賞。39段の階段から転がり落ちる階段落ちの場面は日本映画史に残る名シーンとして語り継がれています。その後も深作は家宅の人、花の乱などの文芸作品や忠臣蔵と四谷怪談を融合させた忠臣蔵外伝、四谷怪談など時代劇にも意欲的に挑戦していき、高い評価を得ていきましたが、1990年代に入った頃から前立腺がんが見つかったり、日本映画監督協会の理事長に就任したりしたことで作品本数が激減、もう深作作品は見ることができないと思われましたが、2000年にバトルロワイヤルで不死鳥のごとく復活。中学生たちが逃げ場のない環境に追い詰められ、最後の一人になるまで殺し合いをさせられるというショッキングな内容ながら、当時大変な話題となり、すぐに続編の制作が決まりましたが、撮影開始直後の平成15年1月12日、深作欣二は癌による闘病生活の末に燃え尽きたかのように72歳で死去しています。ちなみに、深作欣二監督の遺志は息子の深作健太監督に引き継がれ、後に続編であるバトルロワイヤル2が公開されているでござる。